皆さんこんにちは、笹岡理沙です。普段はローズバッドというアパレルブランドの PR をしております。この秋からこちらのドリームカラーデポというファッションアクセサリーのブランドをディレクション担当しております。では私のバッグの中身をご紹介していきたいと思います。まず今日のバッグはこちら、私がディレクションするドリームカラーデポというブランドのバッグです。モコモコのミニトートですね。主にバッグとかハット、あとアクセサリーを取り扱うブランドになりまして、この秋から10月に正式なデビューになります。でこちらのブランドは私自身の好きなものをそのままほぼそのまま作ってるっていうブランドになっていて、私カラフルなお洋服とか小物が大好きで、今日もね鮮やかなニットを着てるんですけど、なんか気分が上がるもの、持っていて自分の気分が上がるもの、小物を作りたいなと思って、このブランドのコンセプトとしました。今回が初めてのコレクションになるんですけど、テーマは90年代から2000年代ぐらいの自分がティーンだった頃くらいの、カルチャーを、意識して作ったコレクションになります。こちらのバッグは私音楽聴くのがすごく好きなんですけど、でたまに DJ とかもやらせてもらっていて、で、7インチの小さいサイズのレコードが入るようなサイズ感をイメージして作ったバッグになります。なのでこのチャームをつけていて、これ7インチのレコードの穴が開いてるところの真ん中にはめて使うアダプターなんですけど、本物のアダプターにブランド名のドリームカラーデポのロゴを入れて、こういう感じでキーチェーンにしてみました。こちらのバッグ中身はこのゼブラ柄になっていて、ちょっとちらっと見えた時も可愛いのがポイントになります。インスピレーション、なんか色と色の組み合わせがすごく好きで、なんかそれは例えばインスタグラムとかで見るどなたかのお洋服のコーディネートの情報とかはもちろんなんですけど、なんかフルーツの色とか、なんかそういうお洋服じゃないところの色合い、南国に行った時の景色とかっていうのも、なんかこの色の組み合わせめちゃくちゃ可愛いなとかっていう記憶に残ってたりはしますね。では中身を見ていきたいと思います。こちらですね、2021年の手帳になります。もう10月から使えるタイプなので、ちょっとフライングで使っております。で基本スケジュールは携帯の Google カレンダーで管理してるんですけど、なんか打ち合わせでメモしたりとか、あとこのブランドのアイデアを書き留めたりとかっていうのに、やっぱりノートが必要だなっていうことで、2021年用に買いました。とあとこちら3色出るボールペンですね。これはザ・コンビニっていう、確か先月にクローズしちゃったんですけど、銀座のソニービルにあった、藤原博さんのお店で友達が働いていて遊びに行った時に買いました。続いてはこちらのメイクポーチですね。これはキャセリーニさんっていう私がすごく好きな、バッグとかアクセサリーのブランドさんで、今年買ったものですね。東京東京っていう風に書いてあって、お相撲さんとかお寿司の刺繍とかがしてあって、多分今年オリンピックイヤーだから、ちょっとそれを意識して作ったんだと思います。中身がシャネルのハイライトですね。このスティック状にもうこれしかないんですけど、かなり使っていて、インスタですごくバズったハイライトになります。パールが入ってなくて、本当にこの辺に塗ると濡れたみたいなツヤが出るハイライトになります。こちらがナーズの、
アイシャドウパレットですね。これは限定で春ぐらいに出ていて、すごく色合いが使いやすそうだなと思って購入しました。そして同じくナーズの、こちらはリップですね。最近はずっとマスクをしてるのでリップ普段は塗らないんですけど、なんか撮影だったりとか、あとお食事するときにマスクを外すときとかだけに塗るようにしています。続いてが、こちらお財布です。お財布は8月ぐらいに、購入しました。宮下パークに新しくできたグッチで購入したさくらんぼのモチーフのついたお財布になります。お財布はすごく小さいのが好きで、バッグも今日のものよりも小さいバッグを持つことの方が多いので、コンパクトなものがよくって、あんまり人と被らないのがいいなと思って、こちらのでっかいさくらんぼがついてるものを選びました。続いてが、これが鍵ですね。自宅の鍵1本しかつけてないんですけど、キーホルダーはすごいたくさんつけております。友達からもらったものだったり、ポップアップストアで買った記念に買ったものだったり、そうですね、これは最近引っ越しをしたので、それの記念に購入したものだったり、あと先ほどご紹介したこのバッグの色違いのについてる、アダプターのチャームをちょっと外してつけたりしています。あと移動中とかに必ず音楽を聴いているので、こちらビーツの、イヤホンですね。こちらの首にこう引っ掛けるタイプなので、落としたりしなくって自分には似てるかなと思います。あとは、もう今エコバッグが必須になってるので、こちらのエコバッグを持ってるんですけど、これも私がディレクションするブランドで作ったものになります。結構サイズ感大きくって、裏地もメッシュの裏地がついてるんですけど、しっかりしているので、重いものを入れても丈夫なので大丈夫なものになります。仕事柄スナップ撮影とか依頼をいただくことが多くって、その時に、必ず綺麗に塗る用のマニキュアたちです。今まではずっとジェルネイルをサロンでしてたんですけど、ちょっと地爪が弱くなってしまってすぐ浮いてきたりとかするので、最近はずっとセルフネイルをしております。で、おすすめなのがこの D アップというブランドのドラッグストアで1000円前後とかで買えるものなんですけど、これをまずベースに塗って、その後にネイルズインクというブランドのネイル、これハケがすごく幅広でめちゃくちゃ塗りやすくって、不器用な自分でも塗りやすいのでおすすめです。で、最後にこのレブロンのジェルっぽく見える、ちょっとぷっくりと分厚く見えるトップコートを塗って完成という感じです。あとは同じく撮影の日だけになるんですけど、髪型を変えたりとかすることもあるので、こちらのクールグリースのブルーのものを愛用しております。私癖毛なので少し濡らしてこのグリースをつけて揉み込んでウェーブをいつも出しています。それからあとは香水ですね。ティファニーの香水です。これは爽やかな香りなので、気に入っていて毎日つけています。そして、あとこちらがビッグシュシュ、流行りのビッグシュシュになるんですけど、これも私のブランドで、作ってるものです。ご飯を食べる時とか、お洋服に合わせてとか、ちょっと髪結びたい時に便利なので持っています。あと最後が携帯なんですけど、 iPhone は2台持ちしておりまして、会社用の iPhone とあと自分用の iPhone を持っています。
これ両方同じブランドでケースティフィっていうブランドなんですけれども、こちらがキティちゃんのちょっとレシートっぽいデザインになってるものですね。でこっちはカセットテープのデザインになってるものです。あんまりかさばるやつ好きじゃなくってポケットに入れたい派なので、こういう凹凸のないフラットなタイプをいつも使っております。はい、ということで、私ササリサのバッグの中身でした。ありがとうございました。